どうも、生物観察の鬼です。今日は天気がいいので河川敷にやってきました。川が流れてますね。人気のない河川敷で人目を忍んで散歩をしに来たわけではありません。今日はね、この子を連れてきました。これは黒ゴキブリですね。よく人の家に出るゴキブリですね。ゴキブリって言って皆さんが思い浮かべるのは多分ね、この黒ゴキブリだと思います。この黒ゴキブリは私がこのゴキブリの表面について雑菌を培養するために野外で取ってきたものです。それからずっと飼ってるんですけれども、ちょっとねふと気になったことがあるんですよ。ゴキブリを飛ばしてみたらどうなるのかなと。まあゴキブリね、飛べないわけじゃないんですよ。羽ありますからね、飛べないわけじゃないんですけど、まあ飛べるとしてもなんか高いところから低いところでちょっとねパパパパパって落ちたりとか、あとはまあちょっとジャンプの延長みたいな感じで軽くファッとね、数メートルぐらいしか飛べないんですね。高さもねせいぜい 1,2 メートルぐらいですね、高く飛べて。そうではなくて、もっと速くもっと高く飛ばしてみたいんですね。というわけで河川敷に何を持ってきたかというと、ドローンですね。見てよ、とドローンかっこいいでしょこれ。これはね、 DJI っていうメーカーのインスパイア2っていうドローンなんですけど、あ、皆さんこれ別にあの宣伝じゃないですよ。こんなんね、買えなんてね口が裂けても言えませんから、結構高いんでね。このごっついドローンだったらこのゴキブリ乗せて飛ばしても大丈夫じゃないかって思ってね、こんだけでかくてごっついんでゴキブリを乗せて飛ばしても飛行に全く影響ないと思います。なのでこの機体にこのゴキちゃんを乗せてちょっと飛ばしてみようと思います。結構パワフルなんでね、スピードもね車ぐらいのスピードが出ますし、高さもね本当は何千メートルか千メートルぐらいはいけるんじゃないかな。高さもね何百メートルって上がれるんですけど、法律で許可なくね150メートル以上の高さを飛ばしちゃいけないので、まあ、そんなにね何百メートルも上げないんですけれども、何数十メートルとかね、100メートルとかそれぐらいの高さだったら余裕で飛ばせるんでね、通常生きてたらこの黒ゴキブリが絶対に経験できないようなスピード高さを飛ばしてみようと思います。それじゃあ乗せていきます。じゃあここにゴキちゃんを投入します。逃げるなよ。おっしゃ、よし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 。じゃあゴキちゃん飛ばしてあげまちゅからね。飛ばしてあげるね。あー、いい感じです。逆にいい感じやな。仰向けになってる。よしよし、じゃあちょっと寝ながらね飛んでもらいましょうか。ゴキブリが飛べないような高さで、ゴキブリが飛べないようなスピードで飛ばしてあげます。このドローン強いんですよ。このドローン強いからね、マジで。じゃあ離陸させるぜ。行け、飛べゴキブリ。空を自由に飛んどるよゴッキーが。いいランディングギアでウィーンと落ちてきましたね。ゴキちゃんおかえり。大丈夫？大丈夫かゴキブリ。生命反応ありますね。よし、ちょっと今度姿勢を変えてあげようか。じゃあゴキちゃんもう一回行ってらっしゃい。ほい。ランディングギアが上がりましたね。
い、おかえりゴキちゃん、大丈夫かな。ゴキちゃんは大丈夫かな。 YouTube が曇っちゃってますけど、ゴキちゃんは元気そうですね。ゴキちゃんはなんか落ち着いちゃってますね。このテープの影のところがいいのかな。テープの影のところが気に入ったみたいでね、テープの影のところで落ち着いちゃってますね。あんだけ振り回されたというのに堂々としたものです。ゴキちゃんすごいですよ。もう時速5、60キロぐらいで飛びましたからね。車ぐらいのスピードで飛んで、高さもね、6、70メートルまで上昇させました。普通の黒ゴキブリだったら絶対に出せない速度、絶対に飛び上がれない高度ですよ。すごいねゴキちゃん。これ世界初じゃないのかな、ゴキブリをドローンで飛ばすっていうの。多分やった人いないと思うんですけどね、ゴキブリドローンで飛ばすの。これゴキブリをドローンで配達できるってことやんな。これできるってことは、ゴキブリをドローンで飛び回して振り回しても大丈夫っていうことは、これ餌用のレッドローチとかも多分ね、もうドローンに積んで配送しても大丈夫っていうことなんで、もしかしたらね、10年後ぐらいにはもうペットの餌でゴキブリとか買ったらドローンで運ばれてくるようになるかもしれませんね。じゃあちょっとゴキちゃんは出してあげようね。じゃあゴキちゃんお疲れ様、出まっちょうねゴキちゃん。あー元気やな。ドローンで飛ばされたというのは元気です。あー出てくる出てくる。結局素手で掴む羽目になるんや。うわーなんか変な汁出したやば。黒ゴキブリはね、体の表面が雑菌まみれなんで、あんま素手で触らない方がいいとは思うんですけど、やむを得ず素手で触りました。うわーゴキブリでも見てくださいよ。ドローンでこんだけ振り回されたので元気そのものですよ。空飛べてよかったね。でも黒ゴキブリはね、なんかちょっとパパパパパって飛ぶぐらいのことはできるんですけども、軽く飛び上がってね、なんかちょっとピョーンみたいな、ジャンプの延長線上みたいな感じで軽く飛ぶことはできるんですけれども、高い空を飛んだりすごいスピードで飛んだりっていうことはできないんでね、普通のゴキブリではできない体験がこの子はできたわけですよ。まあ良かったねとは言わんけれども、貴重な経験をしたゴキブリですね。この子は大切に飼おうと思います。この子が金を取ったりドローンで飛ばしたりね、いろいろやってるんですけれども、ここまでやったらね、大事に飼ってあげようと思います。片付けるか。ドローン楽しいね、うん、皆さんドローンでゴキブリ飛ばすのめっちゃ楽しいですよ。でもねドローンはね、どこでも好きなように飛ばしていいっていうもんではなくて、法律でこういうところでは飛ばしちゃいけませんみたいな決まりもありますし、あと自治体の条例によってはね、公園でドローン飛ばすの禁止してたりすることがあるんで、それよく確認した上 でなるべく周りに人がいないところでやってくださいね。今ねここ河川敷なんですけれども、周りにね私たちが誰もいないんで、好き放題やってました。楽しいわやっぱ河川敷は。よしじゃあちょっと片付けて撤収します。じゃあゴキちゃんお疲れ。